ハインリヒ・ヒムラーとシュトレッケンバッハ。1939年9月ポーランド。ブルーノ・ハインリヒ・シュトレッケンバッハは、ナチス・ドイツ親衛隊の将軍、国家保安本部の人事局長、アインザッツグルペンの指揮官、武装親衛隊の師団長などを務めた。最終階級は、親衛隊中将、武装親衛隊中将及び警察中将、税関職員、 ハンス・シュトレッケンバッハの息子として、ハンブルクに生まれた。実家ギムナジウムヨハンデウム学院に入学したが、第一次世界大戦末期の1918年9月にドイツ軍に従軍した。戦後には、反革命機友軍に参加した。戦後は輸入業者や自動車業界、ラジオ局などで働いた。この間の1930年12月1日に、ナチス党に入党。 さらに1931年9月1日に新英隊に入隊した。ナチス政権の誕生後の1933年に、1939年4月までに新英隊少将に昇進。ポーランド侵攻の際にポーランドへ派遣されて、アインザッツグルペンの部隊を率いて反逆者の銃殺に当たった。アインザッツグルペンはこの後の独ソ戦においても動員され猛威を振るった。 シュトレッケンバッハは、ポーランド戦争後に、ベルリンに呼び戻され、1939年9月27日に、ラインハルト・ハイドリヒにより、国家保安本部が立ち上げられると、その第一局局長となった。東部戦線での、アインザッツグルペンの組織に大きな役割を果たし、ハインリヒ・ヒムラーやハイドリヒの指示を、現地の指揮官たちに伝達した。 1941年9月11日に新英隊中将及び警察中将に昇進。1942年6月にラインハルト・ハイドリヒがイギリスのチェコ人暗殺部隊の襲撃により死亡するとヒムラーが国家保安本部長官を兼務したが、この際にシュトレッケンバッハが長官代理に任じられ国家保安本部の実務を握った。しかし、 1942年12月14日付で、ヒムラーに武装親衛隊への配属願いを出している。転属は許されたが一般親衛隊での階級を継承することは認められず、親衛隊将尉に降格された。訓練を受けた後、1943年3月に第 8SS 機兵士団フロリアン・ガイエルに配属された。 さらに1943年9月から10月と1944年1月から4月の2度に、渡り、フロリアン・ガイエルの師団長となる。1944年4月から第 19SS、武装的弾兵師団、第2ラトビアの師団長に転じて、敗戦を迎えた。騎士鉄十字小白洋賞も受賞している。戦後、ソ連軍に捕まり、1952年に、 朝駅25年に処された。しかし1955年には釈放され、その後西ドイツへ移住した。西ドイツでも起訴が予定されたが、1974年4月に、健康上の理由で審理が打ち切られた。1977年10月28日に、ハンブルクで死去した。王の英二著、ナチ親英大地式人の所蔵に150ページ、王の英二著、 なち死に得た一式人の肖像126ページ、ファイトシェルサーチョ、D ・リッター・クロイストレジャー1939から1945、ISBN 978から3から93万8845から17から2、S730 ファイトシェルサーチョ、D ・リッター・クロイストレジャー1939から1945、 ISBN 978から3から938,845から17から2、S730。ありがとうございます。